メルヘン街道国道299号は、長野県千野市から群馬県田野郡上野村、埼玉県秩父市を経由し、入間市に至る一般国道である。長野県東部に位置する千野市の国道20号から、東へ、八ヶ岳の縦品高原、八千穂高原と長野、埼玉県にまたがる関東山地を越えて、埼玉県中南部に位置する入間市の国道16号とを結ぶ。 延長約2 0 2トルの一般国道で、主な通過地は、長野県南作佐作保町、群馬県田野郡上野村、埼玉県秩父郡小賀野町、秩父市、半納市である。長野県内の一部は、別名メルヘン街道、長野県から埼玉県にかけて、武州街道とも言う。八ヶ岳の安部は、日本の国道の峠では2番目に高い標高を持つ。 爆走峠を通り、長野、群馬県境の十国峠では、大雨、冬季閉鎖される、強いな峠道となる。起点がある、千の市では、起点、国道20号交点から、五在市神社交差点までの区間が、通称ビーナスラインと呼ばれる国道152号との、徴用区間で、五在市神社交差点の国道152号分岐より、実演長区間となる。バイパス道路に、 国道463号ところざイルマバイパスと一体的に整備された反応さやマバイパスがある。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。起点がある、長野県千野市から、爆走峠を越える、メルヘン街道と呼ばれるルートは高原道路といえる、観光道路で、爆走峠は、四角札道路が無料化されるまでは、 国道最高地点であった。佐久市の国道141号との重複区間より、伊東の長野、群馬県境にある十国峠へ向かう道路は、京愛路で、いわゆる国道の一つにも数えられている。佐久川のカーブには、カーブ番号が割り振られた標識が設置されている。この区間は、道路幅が狭いにもかかわらず、他の国道と呼ばれる国道路線よりも、 比較的交通量が多く、対向車やオート街とすれ違う機会が多い。埼玉県秩父市から反応市の山岳区間は、駒川に沿ってワインディングロードが続いており、夜間にはローリング族が出没する。沿道住民からの騒音苦情がたびたび出されており、管轄する埼玉県警察反応警察署は、2016年に発生した交通事故を契機に、 夜間の重点パトロールを実施しており、違法改造者への対応として、国土交通省と合同で、排気温測定の自動車検査取り締まりを行っている。主なトンネル主な橋梁道の駅秩父地方で、開催されるイベントで、たびたび渋滞が発生する。長野県千野市と南作郡作保町の境をなす、標高2127メートルの爆走峠は、国道で2番目に、 標高の高い地点である。八ヶ岳を横断する爆走峠を通る区間は、タイトなコーナーの連続するワインディングロードで人気のあるコースとなっている。立品高原や八千穂高原の白樺や唐松の林を走り抜けて行き、秋の紅葉が美しいところで知られる。また、沿道からは、南アルプスや浅間山の展望ほか、八ヶ岳の珍しい模様をした。 島枯山も見ることができる。群馬、長野県境の十国峠越えの山間部は旧カーブが連続するところで、昔は峠を越えて十国の米を運んでいたというところから十国峠の名が付けられたと言われている。十国峠には展望台も設置されている。この周辺は見渡す限り森林に囲まれているところで、群馬県側は道路の上まで森の木々の緑に包まれている。 ありがとうございます。